よかった、本当に。本当に無事でよかったです。ということで、昨日おとついは、マレーシアに行って来させていただいていました。ありがとうございます。本当に正直やっぱ行く前もすごく私自身不安な気持ちがすごい漂ってたと思うんですけど、異国の地ということですごくすごく不安が大きかったんですけれども、まあメンバーと一緒っていうのもあったりとか、あと現地の KLP のスタッフさん方が本当に優しくしてくださって、そう、とっても優しかったので、なんかそんなに不安もなく、あとは全然知らない言葉じゃなくて英語だったっていうのが私の中ではちょっと大きくて、まあ、単語単語はね聞き取ろうと思えば、まあね、本当にレベルがね、なんか小学生ぐらいのレベルかもしれないんですけど、一応ギリなんか聞き取れる単語はあるよみたいな感じだったので、そう、なんかそれは少しちょっと安心というか、あんまりなんか異国の地みたいな感じっていうよりも、なんか英語圏に来てるなみたいな感じで、楽しめたのと、本当に現地のファンの方々、マレーシアのファンの方々がすごくすごく優しくて、もういるだけでめっちゃ大スターになった気分 そうなんですよ。そうだったので、なんかすごい大スターの気分を味わわせていただいてきました。本当に先輩方がね、こう AKB48 っていう名前をこう本当に先輩方とかがこう有名にしてくださったおかげで、すごい大スター気分を味わってこられました。でもやっぱりこう AKB の姉妹グループ、これ昨日も言ってたと思うんですけど、AKB の姉妹グループ JKT っていうより、 JKT の、お姉さんグループ AKB みたいな感じらしくって、やっぱ現地の人って、そうだからすごい、なんだろう、頑張ろう AKB もみたいな気持ちになったのと同時なりましたね。そう、だから本当に KLP48 に行く4人、日本から行く4人はもう本当に全然、なんて言うんだろう、なんか不安なことも多分あるとは思うんですけど、本当に大丈夫って いう気持ちです。大丈夫だよ。そう、5人なの？え、待って、誰か増えました？ 5 人目がいた？4 人ですよね。松井珠理奈さんはジェネラルマネージャーみたいな、なんちゃらマネージャーとしていくんでしょ？そう、そうみたいですね。びっくり、私たちもびっくり。そうなの、メンバーとしては、しかも現役メンバーとしては4人、 STU から甲斐心愛ちゃん、 AKB から仰天ニュリナちゃん、黒須はるかちゃん、山根すずはちゃん、4人、プレイングマネ、もう分かんないです、私もちょっと なんちゃらマネージャーです。でも、まあでもあんまり心配してないというか、ぎょうちゃんは特になんですけど、こうチームメイトも正直ゼロというか1というか、ゼロから作ってきたじゃないですか。そう、このチーム自体を、こう先輩っていうのももちろんあったけど、でもこう、なんて言うんだろう、先輩はいたけど、でも一緒に活動する機会は初期の頃全然なかったりとかしたので、ぎょうちゃん自身はゼロから作ってきたし、チームエイトを、
だからあんまりきょうちゃんはなんかやる一緒それがちょっとすごいグローバルになっただけだよっていう気持ちで、そう楽しんでくれればいいなと思いつつ、なんかすごく、今日さっきからずっと左目がコンタクト外しても調子悪いので、すごい嫌です。すいません、さすがに白目どんだけコンタクト外しても痛いっていうか違和感。そう、私もなんか本当にそれこそマレーシア行く前というか4日ぐらい前までは、4日5日ぐらい前まではもう5月の後半のスケジュールから空きだったんですよ、マレーシア終わった後。だから、ま、そう握手会はあるにしても、だからマレーシア行ってちょっと終わったらちょっとのんびりできるかなみたいな皆さんに言ってたと思うんですけど、なんかそんなことなかったなんか嬉しいことにめっちゃどんどんなんか仕事が入ってくる嬉しい。明日も僕対レッスンやって、僕対やって、明後日もお仕事が入って、し明後日もとあることやってからお仕事が入って、お仕事っていうか、まあお仕事が入ってからレッスンがあって、で24もレッスンがあって、25、26握手会、27レッスン、お仕事波動28レッスン公演、29レッスンお仕事、28もレッスンお仕事、29レッスンお仕事、30もお仕事、もうなんか一生バタバタしてる。私は今日何してるんだろうみたいななりそう。でも嬉しい、なんかどんどん私前も言ってる、ずっと言ってると思うんですけど、なんだっけ、こんな私髪の毛うねってんの。そうだからさ、あれ行けないのよ、美容室美容室行きたいのに行けない。そう、私ずっと言ってるのが、そうスケジュール帳を、私お仕事は黄色で入れてるんですね。そう昔は学生だった頃は、そう大学とか高校とかのスケジュールは水色で入れてて、でお仕事が黄色で、まあ普通に誰かとご飯行くとか友達と遊びに行くとかっていうのはピンクみたいな色決めてたんですけど、そう、まあ水色がね使わなくなったじゃないですか。したら、まあ、ピンクと黄色だけで最近は埋まってきてるんですけど、でもそれが今5月後半はもうずっと黄色、嬉しい。そう、あと誕生日とかが青い系、濃い紺色系で、締め切りが赤そう嬉しいですね。でもこうやって見たら本当私スケジュール満帆だ、毎月。まあもちろんいろんなあれもあるけどね、こう1時間だけのレッスンとかもあるけど、そりゃでもこうやって見たらめっちゃ嬉しい、いっぱい。仕事、そうですね、ちなみに今月の
ギュッターズ先生様の私の占いの仕事運は、てかマレーシアの話したいのにそんないいや。積極的に取り組むことで運を味方につけられる最高の運気、今月から流れを大きく変えることもできるので、今の実力を出し切り、これまでの全ての経験を生かすつもりで仕事に向き合ってみましょう。また付き合いの長い人や懐かしい人から連絡が来た時は会いに行ってみるといいでしょう。いい仕事を紹介してもらえたり、一緒に仕事をする場合になる可能性もあります、みたいなことが来い。嬉しい、やったやった。ちなみに6月これで運気下がってたらどうしよう。でも7月8月運気下がるんですよ私。そう、ちなみに6月はブレーキの月です。ほら、こっから 3,4 ヶ月ちょっと運勢悪いやだ。嫌ですね、ちょっと下旬からちょっと悲しくなるっぽいです悲しくなるっぽいです。まあまあまあ、7月もちょっと悲しいので、7月8月も8月転職や離職を考えてしまう時期だって。みんな引き止めてね、ハルピョンのことみんな全力でハルピョンのこと引き止めてねお願い、よろしく。でも9月下旬になったらもうやるしかないって開き直るらしいめっちゃおもろいやん、やるしかないわみたいな、うん、おもろすぎる、しゃみたいな誰になるらしい。いやでも本当に楽しかったですよマレーシア違う、ちょ、占いの話は今いいんだって。マレーシアの話をしなきゃ。何を聞きたいですか、マレーシアの。いやなんか時差があるのがすごいなんか苦しくて、なんか SNS 私たちこう時間の投稿とかもすごく気をつけてたりとか、まあ、Twitter、TikTok、インスタとかのその何時に投稿したらファンの人がいっぱい見てくれるとかっていうのをすごい考えたりとか、あとはメールとかピョンムービーとかの時間がかそう決まってるじゃないですか。だからなんか分かんない、むずいみたいな。そうだからそのお休みメール初日送れなくて本当ごめんっていう気持ちだったんですけど、次の日はちゃんと学習して送りましたいやなんかめっちゃ時差があるわけじゃないからこそ逆にあみたいな、あ今そっかみたいなそうそうそう、なんかこれがなんか8時間とか時差あったらもうなんかいいわみたいな、逆にいいわみたいな思うじゃないですかもうまあ送れないしもういいわ逆にねみたいな気持ちになってたと思うんですけど、そう
なんかこの1時間だったからめっちゃむずくて、そうそうそう、え、多分みんなも8時間9時間とかの時差だったら、まあハルピオンから SNS とかメールとか来なくてもまあまあまあちょねみたいな、逆のね時間を生きてるからって思ってくれてると思うんだけど、1時間しか時差ないから逆にこう SNS もいやハルピオンできるよねみたいな感じじゃないですかそう、私あの SNS の時間が決まってるのとか時間を自分の中で決めてるやつとかがすごいなんかもどかしくて、待ってみたいな、今何時これ、え、日本あれ何時だみたいなのがすごく難しかったですね。そう、でもまあとりあえず無事毎日アイドルは続けられてよかったです。みんなが多分一番心配してくれてただろうこと、うん、遊びの時間を含めて大体のスケジュールを知りたい。いや遊びの時間は本当にあんまりなかったですよ。なんか撮影、なんかご飯食べる時もこう撮影してたりとかっていうのがだったので、基本的に遊ぶ時間とか観光の時間はなくって、そう空港とかでしかぐらいかな、お土産買ったの。飛行機では何をして潰してましたか。もうとにかく寝てましたね。私多分全然座って7時間とか8時間なんか不安視してたけど、あの暗くなれば寝れる人なんですよね。そうだからあの蒸気でホットアイマスクして寝てました。あ、多分なんか撮影していただいた動画はどっかで公開されると思うんで、ぜひ楽しみにしててください。なんか難しかったです。英語。なんかどこ今ど何の言語喋ってるのかも分かんないみたいな。そう、マレー語で喋ってんのか英語で喋ってんのか言ってくれたら。今から英語で喋りますって言ってくれたら、あ、英語のその私の辞書を引っ張り出すじゃないですか。そう、でもマレー語で喋ってる可能性もあるからなんか分かんないやと思って、ちょっと難かったです。でも基本的にはこういろんな国の方々がいらっしゃるので英語が多いみたい。でもマレーシアの、 あのか、メイクさんに髪の毛とかやってもらったんですけど、なんかあの2日間お世話になったんですけど、まあ、その方はマレー語しか喋れないのね。そう、喋れなくて、でもそのどんどんなんか日本語をちょっとずつ覚えてってくれてるのがすごく可愛かったです。クリクリとか巻くやつ、クリクリとか可愛い、綺麗、ビューティフォー、あ、ビューティフォーは日本語じゃないか。そう、どんどんなんか私たちにたなんか対応してくれてる優しい、本当に優しかったです。そうそうそう、うん、そうで、なんかお土産トークショーのところでお土産渡すコーナーみたいなのがあったんですよ。そうだからなんかお土産をね買っていったんですけど、あのなんか誰に渡るかとかどういうゲームをして渡るかとかっていうのが分かんなかったから、私は日本の方がもしも持ち帰ったとしても、まあ、喜んでいただけるようなものだったりとかにして、そう富山のあの鋳物金属のあのなんて言うんだろう、
箸置き小物置きみたいな、そう曲がる金属があるんですよ。富山の高岡の会社、農作さんっていう高岡の会社、写真撮ればよかったな。そう農作さんっていう高岡の会社の鋳物の金属と、あと入浴剤をプレゼントしました。はい。なんかやっぱ持ち帰るときに大きいものだったらなんか大変、それこそ日本のね方にもし当たったりとか、あの全然マレーシアの方だけど、マレーシアの方っていうかその海外の方だけどマレーシアの方じゃないよっていう方とかに当たったりとかしたときに持ち帰るの大変なの嫌だなと思って、私がそれだったらすごい嫌なんですよ。そうだなと思って、こうなるべくねちょっとサイズ感は小さいけどちょっといいものみたいなのをこうプレゼントしようって、お土産にしてプレゼントしようって思ったんですね。そう、そしたらめちゃめちゃもうなんか、ま、そのマレーシアの言葉を私たちわからないじゃないですか。そうだからマレーシアの言語がこう文章でこうやって書いてあって、でそれを読んでその言葉が、ま、そのマレーシアの方々に伝わるかっていうクイズだったんですよ。だから日本の方は全然わかるわけないじゃないですかそうなんかだから日本語で、だ海外の方がマレーシアの国の方が、例えばね日本バージョンでやるとしたら、マレーシアの国の方がこう日本語でこうひらがなで書いてあるやつをこうやって読んでそれをなんて言ってるか当てるゲームみたいな。だここに今日はマレーシアに行ってきましたって例えば書いてあるとして、それを今日はマレーシアに行ったみたいな、それをこう日本の人が今日はマレーシアに行ってきましたって言ってますって答えるクイズみたいな感じだったんですけど、そう、あ絶対日本の人わからんやんと思って、これちっちゃいなんかそんなお土産にする必要なかったわと思って、普通に大きいなんかドーンみたいなお土産でよかったやんと思いながらも、そうそうそう、とかなんかコップとかも思ったの。そう、あのちゃんひながコップだったんですけど、コップは私が持っていくときに割りそうだなと思って、そうそれが怖くてやめました。一番最初に思い浮かんだのが、自分のグッズをプレゼントしようって思ったんですよ。ハルピョンの生写真とかをプレゼントしようかなって思ったんですけど、それを言われたのが結構直近で、その直近から用意できるグッズがないなと思って、オフィシャルショップでこう買って届くまでに時間かかるなと思ってそうちょっとやめちゃいました。時間があればねオフィシャルショップでこう取り寄せてプレゼントしたかったなって思ってるんですけど、ちょっと時間がなかったです。本当はそうしたかったんだけどねってな感じです。ちょっとオンデマ、21時半から5月1日の公演の一緒に見よう配信を、あ20時半ですね、見ようと思っているのでぜひ、私の初日ご飯はなんかこうマレーシアの日本のご飯をむずいですよね、マレーシアにある日本のご飯を結構こう紹介させていただくみたいな感じだったので、あんまりこうマレーシアみたいなご飯を食べれなかったんですよね。そうショック、ちょっとやばい、めっちゃめんどい、オンデマさんから私ログアウトされてるめっちゃめんどい。
でもあんまりマレーシアの名物っていうのってないらしくって、そうなんか結構他の国から取り寄せたりとかするものが多いみたいで、そうみたい。うん、やっぱこう宗教のこととかもあったりとかするから、こうマレーシアのっていうよりはこういろんなところいろんな人たちのっていうのが結構大きいみたいで、そうみたいです。お魚じゃないや、お酒とかもなんかおりんちゃんが何がおすすめなんですかみたいな結構聞いてたんですけど、でもそんななんかこれっていうものっていうよりは割とこういろんな国のものがマレーシアに来てるよみたいな感じらしくって、そうなんだって言ってました。またねちょっとずつこうマレーシアの話はできたらなと思ってます。これから先も今月ぐらい、そうなんか一緒に見よう配信、この今日今からやる一緒に見よう配信をもともとは22日に予定してたんですけど、こう22日にあのねお仕事が入りまして、そうなのであのちょっとできなくなっちゃってっていうか、そのお仕事が何時から何時かまだ分かんなくて、せっかく一緒に見よう配信するなら私はね8時とかぐらいからかなっていうのを思ってたので、そうなんかできる日がちょっと限られてて、なんか配信自体は全然長くできるんですよ。ただその昼と夜にレッスンがあってみたいな、夕方だけ暇とか、そうそういう日が結構多かったりとかして、ちょっとなかなかこうなんて言うんだろう、夜のこの時間に配信の時間を取れるっていうのがなかったので、ちょっと今日突然やります。いやマジでセリちゃんとおりんちゃんはすごいと思います。今日今公演やってるのやばすぎさ、ということで5月1日の配信を見ていきますよ。まだですね、まだ29分。30分になった。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。じゃあそれでおうそれではやります。伊勢のでのででなので、はい、ちょっと待ってください。ちょっと今クルクルしてる、ちょっと今クルクルしてる。あ、オッケー、はい、いきますよ。え、セリちゃん出てないの？あれ、セリちゃん出てないんだ。あれ、セリちゃん出るよみたいな話はあれ今日してなかったっけ、あれ違ったっけ、ごめん、じゃあごめん、それはじゃあごめん。それではいきます。いっせーので。
なんか身長高い人おるな身長高い人おるな。ちょっと大変かも。定点定点カメラになった時ちょっとしゃがんでほしいあ、今定点カメラに切り替わったと思ったらしゃがんでほしい。ハルピョーン聞こえた、嬉しい。緊張してます橋本さん。緊張してます橋本さん。髪長、かわいい顔、うち可愛いうち。いい顔すいません、自分を褒めていきます。なぜそれがままなの。あ、結構映してくれてる、嬉しい。このさ、イヤホンとさ、映像のさズレがあるんですよ。これあの、これズレてるイヤホンなんで、なんか気持ち悪いあと今振り間違えました、すいません、バレてないです、ありがとうございます。あとうち一番身長低いのに一番後ろにいて見えません、何も何も覚えてないこの公演、やばい。ここのさ、足がちょっと気持ち悪いんだよね自分の振りのそう、え、なんか固まっちゃった、止めて、なんかクルクルしてる。ちょっと歌うので、あの、合わせてもらっていいですか、すいません。寂しさを埋めてるだけだった、いらね、ワンツースリーフォーファイシックセブン、え、てん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 、そんな、そんな、いらねない、え、ねえ、なんで、なんでですか、
角よ。でもずっとクルクルしてる、やだ。やだ、ちょっと止まってる今、ずっとクルクルしてる。いきます。早い、焦ることはないわ、そんなロマンスいらね、尊いわなきゃ、本当の愛しさに出会うまではダウト、心で何度もつぶやく勇気とはいらねえ。おお、いい顔。いらねえ。いらねえ。デレレレ。デレレレ。止まったー。ねえ、もうムカつく。やだー。てれれれれれれ、あ、私が映ってる。ねえ、ちょっと待って、一回止めてもらっていいですか。ちょっと一回 iPad の電源落とします。調子が悪いです。 iPad を再起動す、再起動して、はい、再起動します。すいません、ちょっとみんなに一回、なんかこれからもちょっと待って、歌に合わせてみたいな言うとちょっとめんどくさいので、多分まあ配信やってて DMM 見ててってなるとしんどいのかな。何分何秒、待って、今再起動してるから。待ってって、来た。始めるときに時間を教えます。ちょっと待っててください。待ってください。1日、これ性格の悪い女の子ぐらいから行くので、ちょっと待ってね、今分数決めます。5分36秒から、嘘です、37秒から、ハルピョンがこうやってるところから行きます。7秒からいきます。ごめんね、みんな合わせてもらっちゃって。でもまたクルクルしてるから、もしかしたらまたすぐ落ちちゃうかもしんない。もうその時はなんかもうごめん。その時はもうなんかごめん、やめよう。まだ怒ってないことを考えるのはやめます。でもそうなったらごめん。ということで、それではいきますよ。5分37秒いきます。いっせーので、チャチャチャラチャラララタタタララ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 ラタララ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 ラてテテレテレテ
チラチラ見ちゃうよ。ここみずみんとうちペアなの。イエーイ。あんま映らなかったけど。ごめんね、性格が悪い女の子だいと私はそうじゃんだ。ほのものが欲しくなるのと羊のような踏み板、狼にもなれる。自分で呆れるほど悪い。はい、みずみん、私どこにいるかあんまわかんない。いた。それに痛そうな好きに何も言わずに見つめるだけで。もういうつもりか、答えを探してる。日遊びを。次いつだろう、私がこの公園出るの。ちょっと何も本当に覚えてない。やばい。女の子だって私はそれ好き、欲しいものは全部。かわいい、うちのあの映り込みの橋本かわいい。そうなんだよね、この日ね、太田ゆきちゃんと髪の毛かぶっちゃったんだよね。でももう私はツインテールするって、そうツインテールしてたし、もうすでに。そうなの、だからちょっと、しかももう決めてたから。うん、かわいい、ずんちゃん。そう、しかも時間もなかったからさ、帰るのもできないしさ。まあ16人いたらしょうがないかとは思いましたけど。高さもそう似ててちょっとね迷ったよね。でもメイクさんにも、いやハルピョンはいつものツインでしょって言われて、そうですってなった。嬉しい、ハルピョンって声いっぱい聞こえる。てててれれてててててこれは私ゆきりんさんのポジション。派手なメイクのピエロおどけてたまに乗る。観客のため息にひらひら揺れてるよ。何が出てくるか、次はどうなるか。手に汗を握るけど、そう君の方が100倍危なくし。ねえ、ツインテール最強だよね。これさ、顔も動かすのよ、こうやって。恋愛はなんか私めっちゃバカみたいに見える。みんなに、みんなあんま、なんかこれぐらいの角度だけどさ、私こんなに動かしてるからさ、めっちゃバカに見える、はずい。
やっぱみずみんぐらいの細さかわいいな。ちょっと驚いて、ちょっと感動。私どこ？割と冷静だったしたことない恋愛はブランコだ。さすがハルピョン、ありがとう。に怯える恋愛はブランコだ。恐怖を克服するように。あ、今めっちゃカメラに指さしたのにちょうど映らない瞬間だった。感想センターで踊ります。マネーはサックスだ。それに満ち溢れているギリギリの曲がいい。目をつむってしまうよ恋愛。めっちゃ釣ってる瞬間を映されてる。はずいはずい最前真ん中の方の人をめっちゃ釣ってる瞬間を、決定的瞬間映されました。ね、このなんか今日のオンデマさん、みずみん好きじゃない？めっちゃ映るんだけど「テレテレテチャイムな」。私オネストマンいつもさ、こっちの人だったの。ドアを開けて外に飛び出そう、こっちの人だったからさ、そう逆パートだからむずい。大事なことがある。グランドのその真ん中で校舎に向かって叫ぶ。自分に正直に俺は生きたい。今のマサイちゃんかな、ポニーテールの子。ポニーテールの子の、あ、ハルピョンのウィンクが見えました。今のポニーテールの子の首の回し方めっちゃ好き。誰だろう、どうしよう、先輩だったら、あ、多分マサイちゃん。お、クルちゃんのことめっちゃ好きだな、このカメラマン。天才なんかか、あ、そっか、でもそうだ、クルちゃんも初日だったから、初日っていうか初シンポジだったから、じゃあ OK。くるちゃんのおかげでハルピョンが映り込みしてるから、逆に。君が欲しい腹の底から言おう。何かを隠して偽りたくはないんだ君が。ハルピョンのウィンクいっぱい見れて嬉しかった、よかった。もしも、もしも嫌われても腹に溜めるより悔いはないさ、バカがつくほどオーネスティ。あ、ヤギちゃんが釣っております。でもこの衣装似合う、
この衣装の色、私。てかメンバー全員に似合う色じゃない？この色。なんで？の嬉しいハルピョンコール。イエーイ。MC です。AKB48 です。なんと橋本さん、こちらの公演の MC 一番最後なんですよ。16番目、やめて。やめて。いつも一番最初なのに、すぐに履けて着替えられるのに。と MC が長いので16人あって、そうですね、マレーシアの話でもしますか。ね、どうしますか。まあ飛ばすのはちょっとめんどくさい、飛ばしてもいいんですけど、飛ばすのはちょっとめんどくさいので。かわいいつんちゃん。かわいいつんちゃん。お茶こぼれた。一応帰ってきてマレーシアから、体がマジでバキバキで、そう、一応ちょっと寝ました。でも昼寝みたいな。腕はなんかたまに痛いみたいな。そう、でもそんな治ったかな、治ってきた。あきら8523、ソフトクリームありがとう。多分治ってきたと思う。なんか飛行機着いた瞬間も痛かったんだけど、まあ多分大丈夫でしょうって感じ。あ、そうだ、インスタ上げようと思ってたんだった。ちょっとじゃあ今からインスタ大会します。この CM 中に、 CM 中じゃないや、 MC 逆です。 CM じゃない、逆、 MC 中に。MC 中に。
初めて聞いた秋山ちゃんのキャッチフレーズ、この時初めて聞きました。てかまあ18期のキャッチフレーズは基本的にみんな初めて聞きましたね。17期もそうね、割と初めて聞くキャッチフレーズが多い。あとは普通にみんなのキャッチフレーズをやる機会が、そう、一緒に、なんか最近私ほんと僕たえもそうだったし、こう本当にすぐ MC 吐ける女だったので、そう、みんなのキャッチフレーズを一緒にやる機会がなくて、そうだから久しぶりに聞くな、このメンバーのキャッチフレーズっていうのとかもありましたね。いっぱい、あの着替えながらもね聞いてはいるんですよ、楽屋とかで。そう、でもそうそう、なのでホテちゃんのとかも、うん、私映すのなんで急にホテちゃんのとかも多分あんま聞いたことないかったから、そう、みんなはねハルピョンのことをずっと見れるね、 MC 中やったじゃんやったじゃん。おてちゃんがおりんちゃんから、おりんちゃんじゃなかったあ、くるくるしてる、くるちゃんが映ったらくるくるし始めた、やめてよちょっと24分、今24分9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22、とにかく合わせてください。24 25 26 27 28 29 30、やばい、ヤギちゃん今顔どっか行ってたけど大丈夫39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60、終わり、25分です。今かわいい、くるちゃん、くるちゃん肌きれい、今インスタを上げようとしてます。かわいい、
またくるちゃんの話になったらくるくるし始めた。もうくるちゃんの話にならないでよ。もうすぐくるくるしちゃうんだから。20、30、20、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、20、21、23、24、56、78、59、27、21、23、24、56、57、58、59、20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 、
あーもうタオちゃんクロクロし始めました。ダメですね。はい、 MC ちょっと今日ダメかもしれない、というか普通にオンデマさんダメかもしれない。今日ちょっと下を見るです。よろしくお願いします。ちょっとインスタあげますね。気づいてなかった。あーもうクルクルし始めちゃった。ダメだ、今日ダメな日かな。ネットワークの問題だよね。いや携帯は私あの Wi-Fi を振りながらインスタを作ってるんですよ。そうだから多分携帯は関係なくて、画質ってどうやって下げるの？わかんない。いや、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、29分。ちょっともう疲れちゃう、これクルクルしてたら。あずきヤギちゃんって東京っていう感じの顔してるよね。顔かわいいマジで。アズちゃんって独り言も全部出ちゃうんだね、おもろい。ずんちゃん、ずんちゃんの、あれとか一緒に多分やったの、もう数片手数えきれるぐらい。ずんちゃんのキャッチフレーズとか、そう8年一緒にいさせていただいて、みなさん聞いて、かわいい。
確かに。かわいいずんちゃん。誰のキャッチフレーズが一番好きですか？だって。誰のが好きとかはないかも別に。みんな可愛い素敵なキャッチフレーズ。うん。よし、インスタあげます。はい。あ、来た、問題。問題時間。私はこの時ドキドキくるくるドキドキ、もうすぐ来るぞ、私の名前がよ絶対に呼ばれるぞ、顔作っとこう、緊張、ちょっとカメラで映ってんのおもろい。どういうこと？一瞬見たよね、うちのことね。うち目あったもん、ここ。一瞬目あったもん、おかしいって、やばい、修羅場が今から来ます、修羅場が、そうだよね、ハルなんですよ、メンバーはハルピョンって言ってくれてる、ありがとうございます、ハルピョンなんです私、イエーイ、ずんちゃんかわいい、別に気まずくないですよ、全く気まずくないですよ、うちとみずみんはそういう関係だから、もはや全然気まずくないです、もうなんか遊ばれ、もてあそばれてなんぼらしい、もてあそんでなんぼらしいんだよ、うちのことひどいよね、でももういいです、もう遊んでくれてるだけありがとうって感じ、やばい、そんなこと言ってるから負け男にされるんだよね、やだもう、私これどっかで言ったっけ、私実はちょっと今ここから20分ぐらい私出てこないんで今言うんですけど、私本当はなるちゃんポジだったんですよ、一番最初にあのゆいりさんの これですって出た時、メンバーはみんなこのユニット覚えてください、この曲ですって一番最初になった時はなるちゃんのポジで、
そう、初日メンバーと一緒にレッスンしてた時はなるちゃんと一緒に、なるちゃんのところを覚えてたの。そう、だから私なるちゃんのところ、あの臭いものだらけはできないんだけど、そうリハ出てないから別のお仕事で、でも私なるちゃんのところ全体曲はできるもうあんま覚えてないけど、レッスンは受けた。そうやろうと思えばできるので、そのアンダーのメンバーだけユニット変わりますってなって、ポジション変わりますってなった時におりんちゃんのところになったのね、今のポジションで。ゆいりさんに言ったのよ。そう、負け男ってかポジション変わりましたって話をしたら、なんか仲良くなったら負け男だなって思ったって言われてそう、だって思われたらしいでも私も多分なるちゃんのポジションよりおりんちゃんのポジションの方が正直こう自分と合ってるなというか、その負け男が合ってるっていうわけじゃなくて、恋愛サーカスでね真ん中の方にいさせていただいたりとか、あとこのあとねセンターの曲もめっちゃ可愛い系のふんわり系の曲がセンターでやらせていただけたりとかするので、なんかうん、正直今の方がしっくりはきてます。でもなんか改めて、あ、ハルピョンはこっちだなって思ったってことじゃないですかそれがちょっと解せなくて、そう改めて考えて、ハルピョンはねちょっと悪めの男の子に引っかかりそうみたいなことじゃないですかって言ってたじゃないですか、ゲネ初日の時で。私ゲネを見に行った時はこうなるちゃんのポジションだったから、その MC をハハハって聞いてたの、どんまいみたいな。そう負け男のメンバーがそうやって選ばれてるみたいなのを聞いて、その初日ゲネの時にも話してたんだけど、それを聞いた時にハッみたいな、どんまいと思ってすっごい人ごとのように笑って聞いてたんです。でいざ、これ文句とかじゃないですよ、いや私的には普通に今のポジションの方が確かになんか合ってるなっていうのは思うから、そう嬉しいんだけど、なんか仲良くなってからの方がそう思われたんだと思ったら、なんかちょっと驚き、そうまさか自分がそうなんて言うんだろう、そうそっちだったとはみたいなはははって笑ってる、笑われる方に、自分で笑ってた方になるとはっていう感じ。でも嬉しいです本当に。なんか私自身はすごい可愛い曲がすごく大好きで、そうだから
正直めっちゃこの曲やりたいんですけどでもまあでも多分大抵の人はこれに入れるじゃないですか、きっと。じゃない？大抵の人がこうプロデュースしようって、この公演のメンバーを決めようってなったら多分ここに入れると思うんですよ、私のことを。まあ私はこういう曲が好きだから全然めっちゃ嬉しいんだけど、そう。でも違ったそう、なんかそれをゆいりさんがこう見つけてくれたというか、こうなんてやろ、ここだと思うって、そうメンバー一人一人のことを考えて公演をやってみて改めてここだなって思われたのが嬉しかったです。それがたまたまなんか負け男だったっていうだけで、そう。そういうこと。それがたまたまそのね、メンバー選びの時の話を聞いちゃってびっくりみたいな感じなだけであって、そう。全然なんかそれだけです。たまたまそうだったっていう。そういうこと。ちちち。こっちにやればある？先生、仕事。右目、左目。でもマサイマユはこれって感じする、すごい。セリちゃんはもうなんか安定。
曲、巻き男が、臭いものが一番むずいのかな。でも巻き男もむずそう。巻き男じゃないや、なんだっけ、うわ今ど忘れした。この曲自分で出したい。一人思い、一人思いが一番むずそうだけどな。ユニット あ、タブーもでも二人の息がっていうなるから、あるからタブーもむずそう。タブーかな、一番むずそうなのは。やっぱ一人で練習っていうより、そう二人じゃないとなんかっていうのもあるじゃん。そうそうそう、もう嫉妬の嵐ですよここは。私両思い同士が二人でやってんでしょ。結局私は誰の一番にもなれないんだな。やばいやばいやばい、重い女を発動させている。だってゆいりさんにもさ一番の人がいるじゃないですか。でしょ。まあでも一番になることだけが一番になりたい。一番になりたい。でもそういう人なんです、私は。いいんです別に、はい、メール送ります。でも私がこれをやってるシーンは想像できない。イズミンがやってんのは想像できるけど、そう、私は一生誰かの一番になることはできないんだと思いました。
急な悲しみ。ヒョンズがおる？ヒョンズは、ヒョンズは本当にずっとピアノこと一番ですか？この後に出ていく気持ちになってよ本当に。手つないで出ていくのをさ見る気持ちに、待ち寄せてしまった、うわいい顔、ここから映してくれる、いい顔、感情こもってる。やめて。衣装かわいいよねこれ。どうせ女のピロを遠く、この目に表情ない感じね、うちの表情ないというか、目のなんていうの、目の奥が笑ってない感じ。もっと前髪固めればよかったかな。まあでもいいか。女の国は何に生きてる寄生虫、あの向き男、だらしない紐やろう、このフリーが多いのがちょっとねむずい、この曲はまだ初日だったしさ、そう顔でなんとかしたけど。でもこの目の奥を笑わせない顔をこれからも研究していこうと思います。これ眠たいです私は。
アルピョンコール多い、みんな優しい。明日の曲のフリー V の曲のダウンロードしとこう。今何調べようとしたんだっけ私。やばすぎ。今やり携帯触りながら忘れた。明日の公演の曲をダウンロード。そう思い出した。マレーシアはもういらない。あ、でも保存したわこの間。この間保存したわ。そういえばこれはいらない。もうマレーシアのイベントの映像はもういらない。入りたいですか。おもろい。あ、これだ。 OK 保存してました。本当にレミがポテト食べてる姿うち見たことないけど最近レミたんはめちゃめちゃ健康な食事を、最近は分かんないけど1ヶ月前ぐらいはすごい健康な食事をしてたから早っ持ち帰らせてもらえないんだ。それは嘘。どんだけ、いや仕事してるやろ、仕事あるやろ確かにすごいそれが早すぎ。もう寝てるってことでしょ。9時に寝てるってことは早すぎよ。あーうるさいやつね、やばいやん。どうやって起きてんのこの子。どうやって起きてんだろう、気になる。いやでも私も起きるのすごい苦手なんですよ。だから結構15分ごととかにアラームかけてます。
低血圧です。私はとってもマジで低血圧、一生立ちくらみ。でもそれで生きてきたから今やばい、 MC が終わっちゃう。やばい、 MC が終わっちゃう。ハルピョン出てきちゃった。テレテテ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 テズンちゃんが積極的にお顔近づけてくれたので嬉しかったです。一瞬センターです、一瞬ね。全然この投票曲3曲ともセンターポジなかったから、センターというかなんか前の方のポジションフロントポジなかったから、別にどの曲でもっていう気持ちでしたから不思議なことだ、偶然が続くのは。なんでファンの皆さんってこんなに希望的リフレインが好きなんですか、それ聞きたい。うん、一生さ、一生リフレインしてるよね。ハルピョンが映りました。いや嫌いとかじゃなくて、なんかでもなんかヘビロテとかじゃないんだと思って。そう、やっぱ有名どころってヘビロテとかやんか。なんかホテちゃん見てたらラーメン食べたくなってくる。なんか顔が甘いからしょっ辛いもん食べたくなってくるうつさないでほしい。いや可愛い、可愛くてなんかお顔が甘いから、そうなんかラーメン食べたくなってきちゃう。やめて顔かわいい、マジで。そうしていた。この曲を一番練習した、一番むずい。
しかもさ、そうなるこっち側にいるじゃん今。だから余計にね、そう前回のそのレッスンの時とあれが違うからね、余計にもっと難かった。動かなくなっちゃった携帯。君の嘘を知っていた、透き通ってるその瞳は。これなの？あれ？うちこっちだと思ってた。待って、やばい、こっちでやってた今。こっちだった、ヤギちゃん間違えてやってるかも。うちやばいって(笑)あれ？こっちかな？え、でも自分のことも信じきれないんだよね。ちょっとこの後のこの振りで。確認します。確かめた、何も悪くない、腕に抱いて慰めるとまた泣いた。君は何も悪くない、ここ感想ね。私ね、最後まで踊らない人なんですよ。そうむずそう、感想みんなカノンで入っていくんですけど、私は最後に入る人なので、もう一歩待ってもよ、良いな私今のターン。もうすぐ来る。そのあ、やっぱこっちだ多分。秋山ちゃんが今こっちでやってた。これ顔こっちだよね多分。あ、こっちなのかな。ちょっと確認してみよう今度出るとき。かわいい水島。下着を取って、もっとなんかはぁぐらいの声で歌いたい。わかります、下着を取ってぐらいの声で歌いたい。この曲原曲がそうだから。マレーシアから来ました。本当？嬉しい。ありがとう。めっちゃ今私映ってた。
マジ前髪死んでる今。やだ、つらい。映さないで私のこと。マレー語、サラマプタン、ナマサヤ、ハルナ、ハシモト。それしかわかんない。スカー、ちょ通じんのかな、スカー、通じてんのかなこれ。わかんない、通じてるかもわかんない。スカなぜ見るのでしょう、冷めてしまうのにねえ、今日もまたとてもいい夢、途中で終わってしまった。ハッピーエンドはね、よく8でやってたからね。サヤスカカム、あなたのことが好きです。そうなんだ、じゃあ通じるんだ。でもなんかスカーって言ったら全然あんまり反応なくて、みんなサヤスカカムって言えばよかったのかな。願いはいつもはやはや、はぐらかされてしまう。ドラマ。お腹が空いてきましたよ。お腹が空いてきましたよ。夢が覚めた後で、言葉や仕草のその全て。記憶に残しておきた。でもね、ハッピーエンドって、ハッピーエンド作った先生はカラコンインクを作った先生と一緒なんですけど、そう、それぐらい本当に振り数が多い先生なんですよ。だからむずい。でも私これのリハの時にやっぱさ、エイトって本当に、特にエイトのキュートメンバー、そのクールキュートなんかアダルトみたいな分かれてたと思うんですけど、あ、みずみんと今目合ってました。そうだから、そのなんて言うんだろう、めっちゃやってきたんですよこの曲を、私人生で。ハッピーエンド、キュートだから、キュートだから、エイトの中でそのキュートメン、キュートって言われてたから。そうなんですよ、だからいっぱいやってたんですけど、やっぱ自分がこうやってる振りと先生が教えてくださった振りが違くって、あれと思って自分の中ですごい疑問に感じたのね。でなんか、なんかもしかしたらここグー一本、グー一本かもしれないですって先生に言ったら、あのこの曲の折り面センターのゆいゆいも、えだよね、そうゆいちゃんもなんか疑問に思ってたっぽくって、だよねってなって、そうなんか本当に折り面ぐらい、私も折り面じゃないんですけど
折り面ぐらい披露をさせていただいてる自信があるぐらい、なんかやっぱ違うなって思ったのよ。でグー一本、グー一本になりました。そう、なんか私振り覚えんのめっちゃ遅い、ごめんなさいね、今声めっちゃぶれ返って何言ってるか分かんなくなったのに参りましたね。あの振り覚えんのめっちゃ遅いんですよ私。でも振りを忘れるのも、何回もやってる曲だと本当に忘れるのも遅くてなかなか忘れないんですよ。てかみずみんとうち同じポーズで寝てんだけど、やめてくれるやめてくれる、そういうところでなんかちょっと相思相愛出しちゃうの今画面変わってびっくりしたわ、自分と同じポーズで寝とるやつがおると思って。まあそんなことは置いといて、そうここグー1、ここ、このポジション、このポジションじゃない、この手があれと思って、なんか違うよなって思って先生に言ってグー1になって、そう振りを忘れるというか染みついてるのよ。なんか例えば言われたらできんのうちだから、逆に言えばそう、ここはもっと手の角度こうみたいなって言われたらできるんですよ。そうだから、この後ってさ、このハート決まりじゃないですよね。みんなこのハートやってたんだけど、びっくりした。そうだから、そうな、体がねこれで覚えてるからなんか違うよなと思うことはめっちゃできんの。でも言うことはできない。そう。でもなんか公演はこれからもこの振りで行くってなるじゃないですか。でもなんか自分がなんかずっとこれで1でやってんのがキモくて先生に言っちゃいました。したら正解だったからよかったと思って。そうゆいちゃん、もうなんか折り面センターがそう思ってたらもう正解なんですはい、ね、マレーシアの方ピョンルームにたどり着けるのすごい、本当にそう。急に急なクルちゃんの話の方向転換。あなたもシンポジなんだから、あなたももっとアピールしていいのに。くるちゃん、私もシンポジなんですよって。ねえ、言わないでください。その後に出てくる負け男の気持ちになってください。みよんさん、煽られてる、煽られてる、完全に。心が痛い。
本当に規則は正しくない子そのって、そう、あでもいいじゃん、ワンちゃんと遊んでたらっていう理由があるからいいじゃん。ヤギちゃんはまだ大丈夫、まだ規則正しい子だわ。私は本当に規則正しくなくて、あの本当に何してるとかもなく時間が過ぎるんですよね。そうだから規則正しいです、ヤギちゃんは。どういうことだ？あ、かき氷の中ではね、なるほどね。かき氷屋さんに予約取って行ったことない。あります？やばくない？月15、やばすぎ。え？だって月15ってことはさ、年170とかってことでしょ？7月8月に3回は行ければ嬉しいぐらい。うん。だから本当にすごいです。ちょっとメール送ってます。だってさ、かき氷2000円とかしますよね。それがやばい。それがやばい。いや、それがすごいですよね。本当に。でもいいことだよね。だって趣味があるって羨ましい。はい。先輩の変なノリ。そう、趣味がない。好きなことはあるけど、脱出ゲームとか謎解きとかドラマ見るとか好きだけど趣味っては言えない。野球見ることも好きだし、車運転するのも好きだし、でもなんか趣味じゃない。
趣味なのかな、趣味が多いのかな逆に。でも好きなことって感じ、うん、いや自分初日よ。いいこと言ってる。いいこと言ってる。うんうんうん。幸せでしたよ本当に、なんかたくさんのファンの方が。でもやっぱりまだこう余裕が全然なくて、自分そうだからあんまり、しかもでも次も余裕なさそう、もう覚えてない、なんかこんなに次の公演までに時間が空くのがすごくずんちゃんおもろい。これ私も5月の目標あったんですけど、この時思ってたんですけど、でも私初日の話したから、なんかレミとかさホテちゃんとかこの MC 今喋れてないから、いやと思って手挙げなかったいやと思って、確かに。おいいね韓国。でももうツヤツヤだよ。そう一緒に出た。すごいよねそれ。でも羨ましい。公園にいっぱい出れるのはいいことだから。あ、メール送りました。多分。送りました。大人が優しい、まゆちゃん。はるぴょんさん真ん中にご案内されました。でもみんなパッと出てきてなかったってことは、やってないってことですよね。いい、やってないポーズをやることはいいこと。髪長っ、マジうち。
3秒ぐらい前まで変顔してたのに、うち。写真撮るときはアイドルスマイル。それではって言い過ぎ。そう、この曲とかめっちゃセンター嬉しい。でもサビ間違えたんだよね。先に言っとくね、サビ間違えてるから。一般的な恋、どんな顔して半袖シャツ、まあ、この衣装マジで着たかったの、ずっと。君だけが決めていた二人の季節、切ない風がなぜか吹いている。どこ間違えたっけな、ここかな、ここじゃない、間違えてない。てか肩がバキバキ鳴るようになった、痛めてから。ね、意味を考えたよ。でもセンターなのに間違えちゃったって思ったから、多分1サビか大サビだと思ったんだが。意味だけは決めていた、過ぎてく、くるりと背中向けて手を振った、孤独はない。あ、ここだ、今の間違えた、センターじゃないけど間違えてたわ。今のとこだった、いるだろう、これやっちゃったんだよね。でもすごいよね、私何もなかったかのように。上下上タンタンタン、何もなかったかのように振る舞うことができる。君だけが決めていた二人の季節、切ない風がなぜか吹いている。表せない微笑は何をかよそよそしくなる。9月の終わり、ちゃんちゃんちゃん、回ります、ドゥンドゥン、テレレンレン、いい顔、アルピオいい顔。
なんかセンターちっちゃい、すいませんそうでもこの衣装ずっと着たくて、本当にさっきも言ってたんですけど、ソーロングの多分番組の衣装かな、テレビ番組なんかの、そう番組、音楽番組のソーロングの衣装だったんですけど、ずっと着たいと思ってたんですよ当時。あのテレビを見てた時から、えマジで可愛いこの服と思って、え無理と思いながら、そうえ超可愛いやんって思ってたの。そうで今回着れてよかった、10年やってて初めて着れた。何のあれだろう、ソーロング、YouTube で調べた方が出てくるか。懐かしい、そうだキノコかぶってたわ先輩先輩キノコかぶってたわ。てかソーロングの衣装全部かわいいマジで。どれだろう、何の音楽番組だろう。画像検索とか画像で、あこれだ、Mステさんだ、ギブミーファイブ歌ってる。え嘘、ソーロングとギブミーファイブ歌ったのかな、ほらソーロング歌ってるわ。2013年3月1日です、この衣装。だから2013年当時のまだ12歳の私、小学生、小学6年生の私は、着たいな、可愛いこの衣装、めっちゃ好きと思いながら見てました。小学生ながらに、まだ全然 AKB にも入ってないのにね、着たいなとか言ってでも本当に可愛いなと思ってたので着ることができてよかったです。えアンコールさ別の日にしていい、もう橋本眠たいアンコールだけ別日にしよう、ちょっとあと20分、明日も朝からレッスンだし、ちょうど切り良い、アンコールだけ別日にします。ちょっとどんどん集中力が切れてきてるので、すいません。アーカイブ消えない日に、だって20分ぐらいなんで、20分ぐらいだったら夜チラッともできるのでそれは大丈夫なんですけど、そうそう、夜2時間撮れるのがね、なかなか時間がなかったりとかしたので、今マレーシアから帰った、ごめんもう今終わる
今配信終わるとこ。お風呂入って明日の公演、明日の公演の準備はもうでも終わったの。こうキャリー片付けながら、そう、明日持ってくカバンの中にメイク道具とか入れて、そう、もう明日の公演の準備は全部終わりました。ただね、メールにも書いたけど、あれだけはやばいですっていう感じなので、ちょっと早めに明日起きて頑張ります。あっちだ。え、生誕の日もやりますよね。なんか1プラス1曲普通にやるよね。え、やらない？今日やってた？これまでの生誕、誰かの生誕、あれ生誕はやってないんだ。まず、あ、ゆいゆいの生誕やってる。お腹すいたし、あとめっちゃ腹ペコ。だから早く寝る。そっか、生誕だからゲストは出ないか。いや、本当にメンバーもゲストがいつ出るとかも分かんないんですよ。え、やっ、耳の握手してるよ今。ゆいゆいの生誕のラストだけ見てるんだけど、お耳の握手してる。てか、微笑みの握手するとき、うち花道下手まで行ってましたっけ。やばいって、あ、行ってるわ。 5.75。 あ、やってる、ずっとずっと。じゃあやるんだ。 OK。シークレットにしてるっていうか、普通に知らないんだよね、いつ出るか。メンバーもわからない。分かってんのかなみんな私だけ情報に疎いだけ。連絡来てるあんまちょっとごめん、分かってない情報疎い。頑張るわ。ということで、ちょっと体もバキバキなので、久しぶりに自分のお布団で寝れる幸せをかみしめながら寝たいと思います。はい、マレーシアのこともまた徐々にお話ししていくので。あ、そう、なんかね、マレーシアってね、まあいいや、そう、めっちゃ撮影したお店がなんか美味しいご飯屋さん行ったんですけど、そこのお店でめっちゃ可愛いこの子っていう店員さんがいたんですよ。韓国アイドル風の美形のお顔なんだけど、笑顔がマジでなんかマジ可愛くて、私が好きな顔のタイプっていう感じのすごい可愛い女の子がいて、NiziU の彩香ちゃんみたいな顔の女の子がいて、めっちゃ可愛いって思って、もうずっと見てたの私。え、本当に私可愛い子見るとずっと見ちゃうんですよね。私人のことめっちゃ見る癖があるんですけど、可愛い子だとより見てしまうんですよ。本当に申し訳ないんですけど、そうで、めっちゃ見てたの。したらなんかその子も多分ハルピョンのことを好きになってくれたのか、こうなんかナイフとフォーク選ぶなんかをこう持ってきて後ろに隠して、 You choose right or left って言ってくれて、そう、えと思って、急に言われたから私分かんなくて、ライトって言ったら、あーって
この金色と銀色のナイフとフォーク持っていて、金色だったねって、ゴールドイエーイって言って、めっちゃ可愛いと思って、もう無理、そうずっともうこうやって伝えてくれたご飯食べてる時もずっとこうやって伝えてくれた、嬉しかったです。そうめっちゃ可愛かった、可愛い、その子に会いにまたマレーシアに行きたいなと思いました。お腹空いてます、めっちゃめっちゃお腹空いてます。でもきっと次ね、また行ける時は分かんないけど、いつか行けるかも分かんないけど、でもその時はきっともう KLP のね、4人はもう KLP として活動している時に行きたいんじゃないですか、私たちもそりゃそうで KLP のメンバーたちにちょっといいお店とか、ここおすすめだよっていうお店とか紹介してもらえたらなって思ってます。なのでまたマレーシアに行く機会があったら、その時はその時で全力でまた楽しみたいなと思います。ということで、それでは最後にランキングを読みます。テレ東のロケで遊びに行こうだっていや、テレ東さんにそんな無理ですよ求めないで、そんな、うん、テレ東さんだって結構いろいろやらせてくれてんだから、本当にそんなマレーシアのロケなんてもう絶対無理でしょ。なんだろう、もうカメラの SD カードを送って、今ならデータでできるやん。だからもうズンちゃんたちにこうやってロケしてもらったやつデータで送ってっていうそれだよ絶対、うん、まあでも本当にまたマレーシアのお話もできたらなと思ってるので、ぜひよろしくお願いします。ということで、それではランキングを読みます。眠いよね、もう。寝てんのに眠い。寝たのに、さっきちょっと。キャリーほどい、二ほどきして、あでも眠いやと思ってご飯食べて寝て、で起きて、でご飯の残り食べて、キャリーの二ほどきの準備してっていう感じなんですけど、今日まだ眠いんで寝まーす。ランキングいきます。お腹めっちゃ鳴る。1位、サプライズレバーとピョンズさん、ありがとうございます。2位、一乗寺ヒカルアットマレーシアから戻ってくれてありがとうなんか私ずっと行きっぱなしの人だと思われてた、違いますよ。3位、トラックヤローアットゴリさん、ありがとうございます。4位、ネバーストップアットミズミンに振られた推しドンマイ、誰かの一番にはなれないので、私もこれからはなんか、はい、みんなの一番になれるように、ハルピョンはピョンズの一番になれるように頑張りたいと思います。悲しい。5位、シャチさん、ありがとうございます。6位、長月さん、ありがとうございます。7位、ヤローさん、ありがとうございます。8位、鉄やとハルピョン大大大好きありがとう。9位、バンボシさん、ありがとうございます。10位、鉄道の板とピョンズさん、ありがとうございます。12位、ヤッチンキトキタイガオ大好きさん、ありがとうございます。13位、間違えた、11位、ヤッチンさん、ありがとう。13位、ともゆきさん、ありがとう。13位、12位ともゆきさん、ありがとう。13位ナンスナさん、ありがとう。ということで皆さんありがとうございました。そうですね、また明日は劇場があるので、日本の皆さんをね、こうマレーシアに行ってきた分、マレーシアの皆さんと一緒に盛り上がった分、日本の皆さんとたくさん盛り上がれるように私も頑張りたいなと思います。
終わり。お知りたい。それでは最後にキャッチフレーズをして配信ありがとう。あ、いつぐらいにできるかと言いますと、そのアンコールの20分ね。でも多分24かな。そう、なんかせっかくだから24日は普通にこの公演を見るんじゃなくて、なんか23歳の1年を振り返りたいなと思ったので、そう24にするのをやめたんですよ。だからで26もできる予定だったけど、26は26で握手会のお話をしたいなと思って、そうだからやめたので、24日の夜ぐらい、夜帯ぐらいに、あの一緒に見よう配信のアンコールだけ、20分ぐらいだけ一緒に見ようと思うので、ぜひよろしくお願いします。でまあ一回やめるかどうにかして、その日はひまたぎ配信、24日も24日ひまたぎ配信をしようと思っているので、ぜひそちらも、足を運んでくださると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。誕生日まで残り本当にわずかとなってきたのですが、私自身も23歳、やばい、もう23歳終わっちゃうの。23歳をあの謳歌できるような、はい、頑張ります。ということで、それでは最後にランキングじゃない、キャッチフレーズをして終わりにします。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のロビットジャンプで12,783盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、タイムキー出身ハラピョンこと橋本アルナでした。それではおやすみなさい。お風呂入って寝ます。ありがとう。ただいま。おやすみ。